ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第94回目はこちら。ビビ君、今日はどこへ行ったかと言いますと、未来音図書館へやってまいりました。今回ビビ君がやってきたのは未来音図書館。未来音図書館は長崎県と大村市が共同で運営する九州最大級の図書館。カフェや大村市歴史資料館も併設されており、一日中学び楽しむことができるスポットです。未来音図書館は先日来場者数100万人を突破。そのセレモニーの日にビビ君も一日館長に任命いただき、館内をたくさん見学してきましたよ。ということで今回は未来音図書館に潜入。知られざる図書館の裏側や職員さんのお仕事を勉強してきました。ここで一日館長さん頑張りましょう。まず最初にビビ君がやってきたのは来場者100万人記念のセレモニー。記念すべき100万人目の来場者はこちらの坂本さんご一家。3、2、1、どうぞ。この記念すべき日に大村市の園田市長も駆けつけてくれました。この県立の図書館と大村一律市立の図書館が一体型として図書館としてオープンしている事例は全国に2例しかありません。非常にこう機能も規模も大きい図書館を池田館長をはじめですね、県の職員と市の職員と一緒になって取り組んできた中で本日100万人を達成することができたということで、皆さんと一緒にですねビビ君もそして坂本さんご家族も一緒にお祝いができましたことを心から感謝を申し上げます。長崎県民の皆さんから愛されている図書館。ビビ君も館長さんのお仕事が楽しみなようです。さてここからはいよいよお仕事を体験。やってきたのは可愛い絵本がたくさん並ぶ子ども室。早速本の貸し出しに挑戦します。なんだか手際がいいビビ君。実は4月に諫早市の移動図書館でお手伝いをした経験があるんです。ありがとうございます。ビビ君、絵本の素晴らしさを伝えるお仕事体験できてよかったですね。さてお仕事を終え続いて来たのはカフェ。いっぱいメニューがあるみたいですよ。ビビ君何にしますか？カレー、長崎県産の豚肉を使用って書いてある。サバサンド美味しそうね、楽しみだね。早速じゃあ入ってみましょう。こちらのカフェ未来のは長崎の食材を使うことにこだわったカフェ。図書館の中にいながら本格的なお料理が楽しめます。大好きなカレーを注文したビビ君、なんだかいい匂いがしてきましたよ。はい、未来のカレーです。お野菜がいい匂いだね。美味しそうな匂いがしてます。ビビ君の大好物が盛りたくさん。さらにサンドウィッチも来たみたいです。あ、サバサンドだって美味しそう。このマークは未来ののねマークですね。お野菜がいっぱいですね。ビビ君、ふくよかなビビ君にも優しい一品、ぜひ皆さんも食べてみてください。カフェでお腹いっぱいになった後はなかなか見ることができない書庫の中を見学。
2階と4階と5階が書庫になっているので、そこに合わせて100万冊くらい置いてあります。じゃあ表に出てるのは本当一部なんですね。図書館には本や資料を保管する役割もあり、そのスペースを確保するために必要なお部屋なんです。こちらのハイテクな本棚には隠された秘密が。中に入ると赤く点滅します。あ、事故がないように、挟まれないようにね。人の安全にも気を配った本棚。ビビ君、図書館の裏側についてお勉強できましたね。そして次にやってきたのは職員さんが働く場所。ビビ君、何をやっているのか気になるようです。新聞をデジタル化されてるみたいです。ビビ君、はい、貴重な資料や珍しい本は図書館の職員さんたちの手によって未来へつながれていくんです。ここでビビ君の誕生日に発行された昔の新聞を見せてもらいます。5月5日の、鯉のぼりがビビ君ありますよ。現代では珍しい版画の鯉のぼりにビビ君大興奮です。さてここからは図書館司書さんにインタビュー。まずはビビ君、司書さんがどんなお仕事をしているのかお聞きします。図書館に来てくれる人に本を貸したり返したり、その本を並べたり、あとは来てくれる皆さんの調べ物のお手伝いもしています。利用者の方が喜んでくださることが一番楽しいです。利用者の方に本を通じて笑顔になっていただくことが司書さんの楽しみみたいです。そんな司書さんが働くミライオン図書館についてこんな質問。ミライオン図書館には全部で今131万冊ぐらいの本があります。すごいね。貸し出しできる本と書庫に保存された本合わせると長崎県民と同じくらいの本が所蔵されているんです。そんな大規模な図書館についてさらにこんな質問。ここは長崎の図書館なんですけど、日本に住む全国の人がカード作ることができるので、日本に住んでる人は誰でも本を借りることができます。どなたでも本を楽しむことができる図書館なんですね。ビビ君にも司書さんおすすめのお持ちの本を紹介していただきました。ビビ君今何本持ち食べてるんだっけ。172。今ビビ君は172個お持ちを食べております。ビビ君、夏でもどんどん記録を更新してますね。この絵本以外にもいろんな本が未来音図書館あるので、はい、ぜひ皆さん図書館に来て本を借りてもらいたいです。ぜひ未来音図書館であなただけの一冊を見つけてみてください。今回潜入した未来音図書館、ビビ君も皆さんに愛されている図書館の裏側や司書さんのお仕事をお勉強することができました。ぜひ皆さんも利用してみて本の魅力に触れてみてくださいね。潜入して思ったこと。未来音図書館はご本がいっぱいあって、お勉強できる場所やおいしいご飯をもぐもぐできてずっといたいなって思いました。司書さんたちに教えていただいて、ご本の貸し出し返却のお仕事頑張りました。ピッてするのが楽しかったです。来場者数100万人おめでとうございます。ビビー君。